静岡県袋井市のエコパスタジアムです。プロとして14年間左足で私たちを魅了し続けたこの試合の実況は SBS の伊藤圭介。気温は9度8分、湿度は 50%。 七海さんの今日の引退試合、沢登さんいかがですか？そうですね、はい、さあそして藤田さんですが、はい、今試合の方始まりましたけれども、はい、藤田さんはジュビロからいきましょうか。ステンレジュビロのメンバーを紹介してまいりましょう。ゴールキーパーは大上智明選手、97年にはベストイレブンに輝いた選手です。そして右サイドバックは森下仁選手は順天堂大学時代七海選手の同級生でした。後半のメンバーはご覧の通りです。さあアズリジャポーネのメンバー紹介続けましょう。右サイドバックは奈良橋明、そしてセンターバックは伊原正美、秋田豊、左サイドバックに相馬直樹。相馬さんは清水東高ですけども、清少の時のまあライバルですね。と今回、はい、そうですね、2人とも後半の頭からということで、さあシュート、下木、ディフェンダー5番柱谷哲司となっていますが、監督を兼任しています平野選手が今シュートがありました。そして野人岡野選手、いやあんまり大したことできなかったさあ勝選手は左サイドでボールをキープしています。そのこちら側には相馬選手はいますが、前に2人いるんですが、数がキープ。そして中田、なんと7見つかる、いやこれ面白 い浮かせた、勝ヘディング、そして中田ヘディングシュート、決まった、ゴール。やっぱ持ってるね、勝選手も2回絡んでますからね、ここね、2回、3回絡んでるのか。ここもう一度ですもんね。そうですね、はい、うわすごい、ワンちゃん、さすがです、見せ場です。あポジション動いてますよ。さあ、うわーシュート、うわーわかんない、ね、いやすごい素晴らしい。でも入れられたイメージありますよ。そうです、ね、セットプレーから、はい、高いな。さあアズリジャポーネコーナーキック、七海ショートコーナーでした。コース入った、シュート、最後はカズ、うん、お前、ああ、カズシュート打った、まあ、どうかさえちゃんと見てませんでした。仕事は僕らだけでした、ししたこれゴールかと思ってたんですけどそうですね、4人だけスタジアムの皆さんはなってたと思います。ここで決まったか、ああ、ステッテジュビロ、ここで先制、川淵の棒。ちょっとねスピードの部分が入ってくると、うん、まあ今は FC 東京の普及部のコーチをしていまして、明治大学のコーチも兼任しているんですが、その明治は51年ぶりに全日本大学選手権正月のインカレ優勝を果たしました、うん、もう最後は押し込むだけというような感じでした。そして七海から相馬が随分攻撃参加、さらに七海カズシュートした、素晴らしい、キーパー動けず、大上動けず、いいシュートでしたね。これはいいシュート、本当狙いすました。ずっと得意にしてる感じですよね、やっぱね。あ、動けない、ちょうどね、うん、ビハインドになってると思うんですよね、ーゴールキーパーの。なるほど、あ、いいとこ蹴ってますね。完璧なゴールというカズのゴール、そして中山ボールを今キープ、さあつなぐカズ、中田も寄っていきますが逆サイドに振ってきた森島、今日は豪華メンバー、七海、七海、いやー、ループシュート惜しい、うまかったな、この笑顔ですもんね、これはうまかったですね。いやもうちょっとっていうところですね、これね。もう一度見てみましょうか、うん、わずかですね、そうですね、お互いを見てるし、そして七海、あ、いいボールだ、シュート来た、シュート、パターンですね、中山カズというこうですね、ファー中山、そしてカズ、うん、コーナー、はい、フェンスに当たりました。ニア、もうもう一度七海、ヘディングシュート、すごい、おお、来た来た、決めました、強さを見せました。それぞれが持ち味を出しています、アズリジャポーネ。この場面っていっぱいあります、今日は。まあ、ボールの質もね、本当に良かったですね、はい、ピンポイントに合ってますしね。いや素晴らしい。前半の26分を経過しました。
アズーリジャポーネ2点目が入りました。大谷さんも意気込みを一言お願いします。はい、削ります、七海を削ります、はい、同級生ですよね、はい、七海さん、矢部さん、矢部さんも一言意気込みを、はい、削られますね、同級生、あ、そうですね、森島選手と交代します。森島選手は七海選手と、矢部さんフォワードだ、そうですね、どうする、どうする、どうする、ファールじゃない、うっそいやー、大井健太郎、大井健太郎大井健太郎選手、大岩選手との交代です。福水選手に頭を叩かれていますけれども、どうか分かりませんよ、これノー、いやー、ポスト、2回目ですね、そうですね、今の場面なんですが、その前のフリーキックですね、うまいわこれは、見切ったよ、キーパーね、もうキーパーもう無理だと思ってるね、これは完全に ねゴールキーパー大神、今日見送る場面が2回ですかまあ正確だからね、中田に出た、相馬、中田、はい、さあカズ、カズ、さあ矢部さん、いやー、もうポストに2回ないですから、うん、はい、早くね試合、おい、あっと、中山でしたけども、カズ、うわ、いろいろ見せますが、いや、惜しいところでした。コーナーキックに変わります。僕のね、あのどこに行くかわからないトラップをぜひ見てもらいたいですけどねこのやっぱ土田選手の体格の良さが分かります ね、 これね、183センチですからね、はい、コーナーキックですが、ななみ、これで矢部選手のボレーはちょっと当たり、クロスが入った、いや、福西、もうそうする、矢部選手チャンスを見る、優勝ななみ、さあ、アズーリジャパン、おかしいね、なんかゴールが狭いおかしいカズ選手との夢のコンビ、我々も夢を見させてもらいました。夢で終わってください選手が追いつきました。サポートに入ったのは三浦文武選手、向こうが回っていますが、その三浦にボールが出た、三浦文武、全国高校選手権清少優勝の時のキャプテン、さあ、ナイスショット、惜しかったな、惜しい、これちょっと滑ったっていうと怒られちゃうでしょうね怒りますよいや、見事なシュートなんですけどね、あ、ちょっとカメラに、ちょっと画面入ってこなかったから、山西のクロス、いや、難しいヘディングシュートなんですよね、見せてくれましたということで、お二人は抜けてしまいますけれども、さあ、どんな展開になるのか、あ、アズリジャポーネ、ボールを中田が奪って右サイドから、さあ、やべっち、ワンタッチで、いいパスが出た、中田のシュート、いや、大神がっちりキャッチ大笑いです、いやいやいや、やべっち素晴らしいワンタッチ、これ見事でした、あーっと、また抜きそうだったんですよね、昨日もご一緒だったんですよね、そうなんですよ、昨日も、あのトークバトルをやらせてもらったんですけどね、はい、なかなかその僕とトシアとナナミの間に入ってこれなくて、はい、あげたいと思います、今アップ完了です、あ、なるほどね、はい、今のがアップということでした、はい、さあ、ジャポーネがまたボールキープしてますが、ジャポーネボールキープする時間が結構やっぱ長いという感じがいたします。さあ、土田選手からのパスが出た、中田、土田クルーキー、おっと、止めた、向こうから、いやー、数決めました、対1アズリジャポーネ、すごい、土田クルーキー、カズさん2点、おお、今の場面そんなに質のいいパスではなかったんですけど、ね、そう、ここで、中田選手がいいコントロールをして、その後でカズ選手ということですね、うん、須田選手はここで追いつけなかったということだったんですけども、3対1、そして七海、いやー、際どいところに上げていった、いや、めっちゃ突っ込んだ、あ、ここで前半終了の笛が鳴りました。最後はやべっちに点を取らせようという、そういう、七海のパスでしたけれども、土
ステンデジュビロアズーリジャポーネ前半終わって3対1